で今回なんですけど、これね、YouTuber ご両達のなんかね、ガチャがあって、まあこれはなんかスイッチとか当たるやつなんだけど、なんとね、ドラゴンヒーローズのガチャがあって、ちょっとこれ今回回していこうかなと思います。ちょっとね、1万円ぐらいでなんか出ないかなと思ってるんだけど、スイッチ置くはまあって感じだけど、この2枚は1万円ぐらいでしょ？だここを出せればいいかなって感じですね。で、1回2000円の UR 四駆が確定。じゃあ超久しぶりのガチャ動画行きましょう。うわ、なんか緊張するね。これ下300円のやつなんだけど、そうだね、見せてはいいかなって感じだね。まあ、とりあえずでもこっちじゃない？じゃあ この一番、あ、これもあったわ。4個もある。でけえ。DB2000 って書いてある。さあ、どんな感じなのか。はい。こういう感じになってますね。なんか緑色のやつが見えてる。なんだろう。スッ。はい、ピッコロ。ザマス。クリリン。お、これ大神官じゃない？大神官、大神官。あ、大神官かも。あ、違う。マジか。え、2000円でこれはエグすぎ。嘘でしょ。じゃあ2000円でそれ。じゃあ2回目いきますか。ちょっとね、1回目はかなりひどい結果でしたが、ガチャは同じとこって決めたらずっとここしか押さないし、はい、で2回目、まあ重さはさっきと変わんないから。いや、なんか怖いんだけど。いや、なんか曲がってる気する。シサミ、何これ、いつのシサミ、超古くない？ピッコロ、トランクス、タゴマ、何これ、曲がってんだけど。え、ゴルフリひどいな、この結果。あ、そういうこと、フリーザ軍フリーザ軍来たんだけど、これ懐かしいね。めちゃくちゃ懐かしいゴールデンフリーザ、すげえ反ってるけどね湿気でめちゃめちゃ反ってるけどね、これやばくない？こんなことある？黄金の闇、懐かしいねゴールデンフリーザ、これイラストすごい好きだったんだけど、てか性能も結構強くて、その、ゴッドミッションの2弾のアルティメットレアの中で一番強かったよね、あのフリーザ。さあ、これが3回目。じゃあそろそろ頼みます、お願い。お、なんか落ち方が違う、こっちじゃない、こっちから落ちてきたのに。お、何も書いてない。ああ、書いてあった書いてあったやん、もう何も書いてないと思ったのに。これ何、そんな変わんないやつ。さあ、3回目のチャレンジ。ご飯、悟空、うわ、なんか見えてる、何これ、激怒。あ、違う、全然違う、これの次かな。これ何、オゾットじゃない？オゾットでしょ、これ。マジンサルサー、えぐい。えぐい。なんだこれ。ひどい。これ闇を感じるんだけど。ちょっと、いや、闇しか感じないんだけど。まあ、1万円って決めてるからね。てか、これ、あれでしょ。次、1万円以降さ、回す人有利になるからさ、犠牲になりますよ、それは。まあ、当てるけどね。1000円でいかないかな。1000円でいかないかな。はい。じゃあ4回目？ 4 回目だよね、今。押し方が違うのかな？親指押し？ああ、でもやっぱり真ん中から来るわ。なんかさ、赤いラインとか引いてないかな？なんもないんだよね。なんもないんだけど。えい。キャベ。ボタモチ。ブー。やめ感しかしない。はい、セルジュニアで。なんだろうこれ、あ、絶対弱いやつだこれ。うえー、マジンとは。まあでも1万円やるって言っちゃったかな。まあまあきっちりですね、1万円はやりますよ。見てこれ、面白くない？クレジットがさ、これこれが200で2000ってことかな。あと3枚、面白い。はい、じゃあラストいきます。いやー、怖いなー、マジで何も来ないで終わるパターンだけど、どうしよう。あ、なんかこれシリンダーあんのかな、
なんかさ、右と左から来てる気する。あーマジでナンバー足に終わったらやだな。あー見えちゃった見えちゃった。まあそんなにうまくはいかないか。はい、魔人サルサ2枚目。ということでね、5回、まあ、1万円チャレンジやったんですけど、まあさすがに出ませんでした。てかこれさ、1万だからやっぱ 2万円ぐらいやらないと出ないのかな。いやもう1万円やってスイッチだったら絶対嫌なんだけどいやまあまあでも1万円って決めたから、はい、まあ、僕はこれで辞退しますよ。でね、まあ、この動画出るのいつか分かんないですけど、まあね、この後にやった人はいいカード出るんじゃないでしょうか1万円もやったから、ね、いいカードが出るんじゃないでしょうか。幸運を祈ります。では、はい、ということでね、帰ってまいりまして、ちょっとここから先はですね、視聴者の方よりね、いただきましたプレゼント品をね、開封していこうかと思います。はい、これね、すごいありがたいことにね、あのゲームセンターで、知り合った、まあ、リスナーさんから、親子からね、プレゼント今回もういただきました。はい、でね、あのもうガチャが悲惨すぎてあれさ、2000円でね、あの300円ぐらいの UR なのやばいよねっていうね、あのよくよく思い返してみたらね、あれ2000円でしょ、1000円でいいよねっていうね、まあやっぱガチャはもう怖いね。はい、やらない方がいいです。はい、ガチャはやらない方がいいです。で、これまずこれからすごいね、これね、ウエハースシールになってまして、これね、ちょっと珍しいのがね入ってんだけど、これ CD ケースかな、これなんかね、すごいジャストフィットしてる、この多分 CD を入れるケースみたいなやつに、ね、こう入ってるね。ウエハースシールからちょっと開けていきたいんですが、うわすごい、ちょっとこんな感じ、じゃじゃーん、え、すごい、え、なにこれ、こんなのあんの、え、めっちゃ可愛いんだけど、ブラだね、ブラのこれスーパーレア、なんて言うんだろう、あ、レアなんだ、へえ、レアでこのクオリティめっちゃいいね。はい、ブラめっちゃ可愛いな、これなんか荷物運んでて、なんかさ、あれだね、 GT にこんなシーンあったよね。で、スーパーサイジン4悟空&スーパーベビー、かっこいい、これなんかいいね、やっぱね GT もね面白いね。最近ちょうどこの、ベビーとのね戦い見たんだけど、めっちゃ良かった。おおすっげー、え、これすごい、何これ、ゴッドになるシーンじゃないの、え、あ、すごいすごいすごい、こんな感じになってんだ、2種類あんだね。こっちがスーパーサイジンになってて、これさ、え、これすごくない、ゴッドレアじゃん、しかもやば、え、これ見て見て見て、ビーデルがね、こう金髪になってんだよね。で、これさ、5人のその正しき心を持ったサイヤ人がいないと、ゴッドは誕生しないって言われて、ね、なんだ、悟空を含めない5人だから、まあ、ビーデルのお腹の中のパンちゃん、が正しい心をもうすでに持ってて、みたいな感じだったよね。確か設定的に。すごいね、このスーパーサイヤ人みたいなビーデル出ないかな。めっちゃ良くないこれだって。絶対ヒーローズの目出した方がいいって、これ。うわ、すっげえなんか、あ、これ、ビルス様あれじゃないの、ゴッドつながりじゃない、破壊し、破壊。じゃあね、ビルスの声って難しいよね。すげえ、スーパーゴッドレアじゃん。SGR。かっこよ。想像、じゃあ、想像の前に破壊あり。あ、全然似てねえ。ね、5点。カメハメハー。あ、違う、カメカメハーか。最初ね、そんな感じで言ってたよね、ここでね。で、トランクスか誰かにさ、間違ってるよ、それって言われるのね。え、これ何？ AR って何？何レアだろう？え、ゴッドレアとかじゃないんだ。かっこいいね、スーパーサイジン3だね。の悟空。初めて見た。てか、シール系全然わかんねえ。おお、すごい。あ、何これ。どうなってんの？ゴッドレア。やばい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 、うわー、どど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 どすげえ、めちゃくちゃ豪華なんだが、なにこれ、え、しかもなんか分厚いし、え、これめっちゃ分厚いんだけど、え、なにこれ、2枚入ってるとかじゃないよね、単純にこれあれかな、
このさ、ラミネートっていうか、カードの加工的に分厚くなってるのかな？これね、サルケン。はい、ズドーン。貫けプシッティシュこれもそのうち原作シークレット出そう。で、これ面白いね。あ、これ、あれか。セル編のベジータ。ブルーブルーこのね、光り輝くベジータのね。懐かしいね。これはスーパーベジータだ。で、これが、ビルスに切れた時の、ベジータね。スーパーサイジン怒りだっけ？これなんだっけ？これも出てないね。てか、ヒーローズさん、あれですよね。出してないキャラクター、まだまだいるよね。あのさ、いや、自分が運営だったら間違いなくカリン様出すわ。絶対人気出るでしょ。SP タイプでさ、センズじゃーとか言ってさ、体力回復。で、あとね、神様いるから、デンデも回復できんじゃん。だデンデは、まあ、あれだね、体力と気力ダブル回復でしょ。で、あと、まあ、SP タイプ以外でいくと、戦えるキャラクターで、まあ、孫悟空ジュニアとかさ、ねまだまだ出してないキャラいっぱいいるよね。なんで出さないんだろうね。まあ、温めてんのかもしれないけどね。で、これもさっきの悟空と同じですね。はい、AR。多分これ、対になってんじゃない？ほら。かっこいい。見て。アルティメットご飯かなこれは。パワー7400なんだけど。え？あ、悟空7300だ、これやっぱ。分かってんね。こっちの方が強いからね。で、これやばくない？何これ？え、これなんだろう？え？待って。え、何これ？おー、すげえ！何これ？え、シークレットじゃん。え？SEC って書いてあるんだけど。これ超やばくない？やばないこれ。SEC ってさ、あるんだ。この、ウェハスにもあるんだ。しかも最後も、ゴッドレアじゃねえし。何これ。あ、思い出した。これ CR って、チェンジレアじゃなかったっけ？チェンジングレアみたいなやつじゃない？てか、さっきのもチェンジングレアか。あれ？さっきのも、あれじゃないの？あ、やっぱそうだ。これ。GR じゃないもんね。チェンジングレア来たよ。スーパーサイヤ人。これがスーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人2。そしてこれが、スーパーサイヤ人3だ。だよね。チェンジングレアと。これやばいね。え、なにこれ超かっこいい。うわ、ドンという C。サンキューシークレット。これさ、どういう意味なんだろう。ドンという C。またな、みたいな。わかんねえ。英語マジわからん。英語マジ赤点取ったからね。中学生の時赤点取ったから、ね、マジで英語だけは分からん。1ミリも分からなかった。サンキューしか言えないんだけど。サンキューグッバイ。マジで初歩的なやつしか。あとなんだっけ、アイアム違う、ASMR みたいなやつの名前なんて言うんだっけ、あのアイマイミーマインとかさ。全然ちげえじゃんみたいな。 ASMR みたいなやつね。で、これね、じゃじゃんと、こんなものもいただいてしまいました。これ、ドラゴンボールスーパーの悟空なんだけど、なんかね、ナムコか、どこって言ってたかな、まあ、ナムコかな、多分。で、撮ったフィギュアらしいんだけど、見てこれ、超かっこよくない？スーパーサイジンじゃない、身勝手の極意だね。なんて言うんだっけ、身勝手の極意、これさ、英語で表すなんかね、あんだよね。アルティメット、なんだっけ。え、なんか、あるんだよね。身勝手の極意ってさ、ウルトラスティンクトだっけ、なんだっけな。なんかあんだよね。身勝手の極意ってさ、なんか、まあ、あるんすよ。わー、かっこいいなー、ちょっとこれ。え、めちゃくちゃかっこいいんだけど、どんな感じなんだろうな。え、マジ最近のフィギュアさ、全然持ってなくてさ、ちょっと、ちょっとさ、なかなか開封するっていうこともね、動画じゃないからね。いやいやいや。てかマジでこっちが本編じゃねえ、マジ。ガチャ動画があまりにも渋すぎてさ、こっちが本編になってるよね。はい。毎度おなじみのバンダイさんの梱包ですよね。ここの空間がね、うん、バンダイクオリティって感じだね。はい、まあ、決して悪い意味じゃないんですけど。お。あ、これか、思い出した。この海洋圏はね、ナムコに飾ってあったな、確か。
これ見てかっこいいなーと思ってたんだよね。で、本体がこんな感じで、うわ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 、でかい。うわ、意外とでかい。おー、すごい重い。めっちゃ重い。え、待って、めっちゃ重いんだが。はい、ちょっと一回アングル戻しまして、ね、なんか予想以上にでかかったです、フィギュアが。すごい、この重量感やばいね。で、この家にあった謎のナイフみたいなやつがすごいさ、フィギュア開けんのに適してる気がするんだけど、こうやっていけない、あ、いけないかな、あ、ちょっといけないか、あ、でもここ穴開けたからさ、これできんじゃない。あ、あ、いった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 、ほら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 、思った通り、計画通り。うわ、すごい、めっちゃ重量感ある。見てこのね、悟空の背筋ね、すごい。どうなってんのこの悟空の体って。ちょっとさ、触ってみたいわ。実際に触ってみたいわ。あ、で、これが悟空の顔で、頭、やっぱね、身勝手の悟空なので、ちょ、このね、銀色がね、めちゃめちゃ綺麗ですね。あ、すごい輝いてる、やっぱり。うん、この箱で見るより全然かっこいいよ、この塗装の綺麗なね、感じ、やばいね。で、装着すると、こんな感じで、あっ、首が取れちゃった、首が取れてしまった、ガシャーンできた、こんな感じです。かっこいい。どうだ、これが身勝手の極意だ。ってこうケフラにさ、なんかこうカメハメハこうやって放つ、あの流星カメハメハみたいなね、これなんかこうドルルルルルプシーって。で、これがね、こうやって土台みたいになっててね、つけると、よいしょ、かっこいい。こんな感じでめっちゃかっこいい。いいね、カメハメハをこうね放ってますね。よいしょ、すごいな、最近のフィギュアってさ、めっちゃすごいな。塗装がすごいね、綺麗で、がっちりしてるし、こうね、地震最近あったけど、地震で倒れてもなんかへっちゃらな感じね、なんかあんま壊れなさそうな、すごいね、かっこいい。いいね、この中だと確かに身勝手の極意が一番いいかな。でね、まあ、ガチャ動画からね派生して、ちょっと今回ね、視聴者プレゼントを開封させていただいたんですが、これと別に、自分こだわり酒場のレモンサワーすごい大好きなんですけど、それのでっかい方の、7度、だちょうど自分が、まあ、7度アルコール度数のね 7% が好きなんだけど、それもね6回いただきまして、すごいね、やっぱ、なんていうんだろう、好きなものを、把握してくれて、送ってくれてね、送ってくれてっていうか、まあ、直接ねいただいたんですけどもとかね、もらいまして、はい、タイガママさんとタイガくん、ありがとうございました。いやー、特にこの、シークレットの悟空かな?これすごいかっこいいから、ちょっとこのままとこうかな。ちょ、もったいないもんね、開けるのね。で、まあね、ここまで見てる人多分ね、少ないと思うから、ちょっと最近のね、雑談をね、最後にしたいんですけども、まあ自分ね、中性的なね、服大好きなんだけど、最近それをね、ちょっと通り越して、プチ女装みたいなやつをね、ちょっとハマってて、っていうのもね、昨日ね、ニーソってあるじゃん。すごい男の子が大好きな格好ね、とかを、着てて、で、なんかね、まあそのうち、ウィッグとかさ、メイクとかして、完全にその女装とかもね、やりたいなと思ってるんだけど、そういうのをね、最近ね、ちょっと楽しいなと思ってね、やってるんですけど、まあ、やっぱ、なんだろうね、昔までは結構そういうのって偏見があったと思うんだけど、なんか最近そういうのね、なくなってきたなっていう、ジェンダーレスの時代で、なくなってきたなっていう印象で、氷川さんもね、最近カミングアウトみたいな感じでね、すごい自分をなんかすごい、出してる感じかっこいいなと思って、ちょっと自分もそれにちょっと影響されてね、そういう女の子の格好してみたりとかねしてるんですけども、普段さ、服装ってさ、なんだろう、別に自分でそのゲイでもないし、まあ、前提として自分ゲイじゃないし、心も男の子なんですよね。なんだけど服装だけは女の子の服着たいなってすごい思うわけで、スカートとかはそんなないですけど、まあね、ショートパンツとか、ニーソとか、レギンスとか、
あとなんだ、ニットとか、なんかすごい女の子っぽい格好ね、なんか憧れて、着たいとかしてるんだけど、それでね、そろそろ女装とかもしたいな、みたいな考えてて。で、なんだろうね、結構ね、メイクのね、グッズを買ったりとか、で、あと、なんだろうね、服もね、もう最近は、もう、男の服なんて一切買わない。もう女の子の服を買うのが楽しくて。で、ね、なんだろうね。まあ、結構気まずいですけど、買うときはね、店員さんに、あれこれ自分で着んのかなみたいな思われんのね。気まずいんだけど、まあもうなんかそういうさ、なんてだろう。他人の評価とか、どう見られるかとか、そういうの考えてると生きづらいんですよ。わかる？生きるのが難しいのに、生きづらいのに。だからなんかそれに囚われるのってすごい疲れるなって思って、ちょっと今年はもう全開で行きたいなみたいな感じで自分の中で思って、でね、まあそういう風に考えてますと。だからね、服ってさ、なんか着れればいいやって思うじゃん。まあ自分も昔そうだったね。別に服なんて着れればいいし、お金かけるのめんどくさいと思ったんだけど、それを追求し始めるとすごい楽しくなって、でやっぱね、出かけるのも楽しいし、人と会うのも楽しいし、服を選ぶとき、着るとき、動画撮るとき、全部楽しいんですよ。だから全部が楽しくなるから、総合的に楽しくなって、結果、モチベーションも上がるし、まあ、人生が楽しくなるみたいな感じで、まあ、考えてて。だからそうなった場合、まあ、自分の場合はメンズ服ももちろん持ってるし、なんだろう、昔もよく買ってたんだけど、最近はもうね、レディース、もう、まあ、大体自分細い、すっごい細いじゃん。だからレディースの服大体着れるんですよ。で、S も XS もね、まあ、大体着れるんだけど、そういうのをね、買ったりしてて。で、逆にメンズの、ズボンとかって、まあ、なんだろう、でっかくて履けないっていうので、ほぼ買わないみたいな、感じでね、まあ、最近そういうのね、考えてます。はい。だからね、なんだろう、すごい可愛い服装とかしてね、街を歩いたりしててね、そういうのね、すごいなんか、視線もやっぱ感じるんだけど、それ以上にやっぱ自分が着てて楽しいっていうのと自己満足じゃん、服なんて。っていうので、もう楽しめればいいやと思って、なんかそういう羞恥心っていうか恥ずかしいみたいなところをなるべくこう捨てられるようにって頑張ってるんだけど、まあね、まだ、完全にこうね、なんか女装したり、まあ女装してね、企画やったりとかもしたいんですよ、本当は。YouTuber あるあるのさ、企画やったりとかしたいんだけど、メイクにせよね、やっぱすごい難しい。本当に難しくて、やるなら、もう全力で、もうガチでやりたいなと思ってるから、まあね、なんだろう、もっと、まあメイクも上手くなりたいし、あと、服とかも、服の選び方とかも上手くなりたいので、まあそういうのがきっちり定まった時にやるかなっていう、そういう企画は。だからもしかしたら今年ね、女装してカード紹介してるかもしれないです。っていうね。まあ、別に自分お姉とかじゃないんですけどね、全くそういう、別にお姉とかさ、そういう、なんだ、男が好きとかっていうのは全くないんだけど、なんかね、単純にすごい可愛い服が好きなのよね。だから見た目だけ可愛くなりたい、美しくなりたいっていうのがすごいあって、男ってさ、まあ、これもすごい嫌いな言葉なんだけど、男らしくみたいな。ね、男らしいっていう言葉になんかすごい囚われたくないっていうの。だから別に男だったら男っぽいね、服装しなきゃいけないのかっていうとそうじゃないし、別に男だからってね、マッチョは全てじゃないじゃん。まあ大体の、ね、まあ男の人は、こう、北斗の拳とかドラゴンボールみたいなこうね、マッチョに憧れるから、男で美しいっていうのはもうこう、筋肉があって、マッチョでかっこいいみたいな。で、まあね、こう、いかちい服着たりとかさ、だと思うんだけど、まあ自分の場合のね、美しいっていうのがもう違う。もう完全に女性的な美しさを持ちながら性別は男で、まあ、なおかつかっこいいっていうのを、目指してるから、そんな感じです。まあね、新年一発目にもね、ちょっと今年の目標とかね、話してるので、まあ、ちょっとね、そういう動画を見てみてください。ということでですね、もう今回かなり 長くね、話しちゃいましたが、視聴者からの頂き物をね、開封しつつ、最近のね、諸事情を話してみました。まあ多分もう視聴率とかもね、ここまで来ると 10% ぐらいになってると思うので、もうほとんどの人は見てないかもしれませんが、まあね、本当にその中でもね、すごい見てくれるファンの方、
を自分は大事にしたいので、ぜひね、これからもチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。はい、じゃあ順番に行ったら助走しようということで、じゃあね、今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。